B2 リーグ最終節岩手ビッグブルズ83、76青森ワッツ、21日盛岡高屋アリーナ。東地区4位の青森ワッツは76の83で同6位の岩手ビッグブルズに敗れた。最終節が終了し、すでに進出が決定している5月3日に開幕するプレーオフ、TO の相手は西地区1位の滋賀に決まった。青森が岩手の強力なディフェンスの前に、 2日連続で敗れたマーカスコーチは、とてもタフな週末だった。みなすごい頑張ったけど足りない部分もあった、と反省した。今期は筆頭株主の破産によりチームの経営危機に陥ったが、19日までに一般から募っていた応援金の総額が1086万3916円に到達。サポーター企業の支援もあり、今後の運転資金5000万円を確保した。 関係者によると、ライセンス取得の可能性は高く、来季もリーグ戦に参戦できる見込みだ。だからこそここで終われない。ワイルドカード上位で PO に進出し、敵地で滋賀と対戦する。マーカスコーチはチーム解散危機から救ってくれたブースターに対し、チームはタレントでいっぱい。勝てるようにしたい。恩返しをするためにも勝利を届ける。ゼロ。 ホーム最終節で2連勝した岩手の鈴木勇樹ヘッドコーチは、いい時間帯も苦しい時間帯もあった。みんなで支え合って我慢して勝利の喜びをもぎ取れたのは選手の成長を感じましたし、ブースターの熱い応援があってなので、皆さんに感謝したい、と喜んだ。来季は B3 へ降格する可能性もあるが、6期ぶりに戦った B2 を振り返り、挑戦もひとまず終わるような形。 それぞれがそれぞれの場所で苦しい経験してきたことを生かしてもらえたらとか